にちは、札幌占い美容室早昔の後藤です。ちょっと癖毛がちょっとこうありまして、今2段になっちゃってるのも嫌だっていうことなので、ここの2段をちょっと直していきたいと思います。で、ここの毛量がちょっと多いので、多い大丈夫多いですね多い、多いか、うん、ちょっと多い。で、ここの毛量を今の、彼女の目的としているのが、下のボリュームがあって、ここら辺のボリュームがちょっとタイトになっているのを求めているので、今逆になっちゃってるんですね。上がポワンって癖でなってて、結構そぎとかあって、下が薄い感じで2段にこうなっちゃってる状態なので、それを、上の方をちょっとピタッとして、下をちょっとボリュームの、まあ、少しAライン気味の方にふわっと持っていきたいと思います。長さはあんまり変えないでいきたいかな。ダイソン、ダイソン以外はそういう興味ないですね本当に。でもなんか美容師さんって細長いの使ってます、先。あ、だってあれだ、時間かかるもん。なんかでもみんな使ってるイメージある、黒くて細長いの。僕も使ってましたけど、時間かかるからやめたそうなの、これ一番いいです、ね、家庭用だし。これいいじゃん、これ、これついてんだよ。それなんですか？これパーマのこういうやつ。あー、巻き。パーマこうやってやるやつ。でしょ？なんか変な頭だなと思って。ついてます。あとこう、ちょっとこれだと風強いからさ、これ分散させるときに。まあ、だから本当一般的にはパーマのこういうやつよ、自然乾燥。まず表面ダウンちょっと入っちゃったんで、そこを削って、毛先が軽いんでちょっと重さをプラスします。これはちょっと見せるほどでもないですけど、ショーバルで今重いところ、軽いところをちょっとえぐ取ってる感じですね。教えるまでのカットじゃないので、ちょっと説明を省きます。あんまり長さ切りたくない で、ここの毛量調節したところはもうヤスリがけ入るんで、この後これはどうしたの、伸ばしていくんだっけ。そうです。こういう場合はもうちょっとつながりが微妙なので、コームなしでも、これあんまりリフトしちゃうと段入っちゃうので、リフトしないで全体横縦をいっぺんに今つなげていってます。ちょっと意味が分かんないかもしれないんで、手の動きを見てください。これだけで、重さプラスになって、つながりもきれいにしていくんで、とりあえずまとまる感じになります。で、このねじる方向結構肝心で、癖毛がこういう風に跳ねる毛だったら反対側にこういう風にねじってあげた方がこうですね、収まりやすいですね。今使ってるのはショーガルタです。で、ちょっと今全体をなじましていただく。前髪、つながりが、ちょっと地味な感じなんですけど、カットも。ちょっと地味なんですけど、これできるようになったらすごいな。下もこれスイーパーなのかな、そうなってるのかな。いつも過ごしてて、行くたびすごいすると思います。重さが、毛先の重さがね、やっぱなくなってきちゃいますからね、どうしてもマスクと。重さがちょっと後ろ見えますかね、重さが欲しいですね。で、全体的に重さ欲しいときはこの方法で、これってどう言ってるかというと、つむじの方向から放射線状に引き出してるんですね。これブレちゃうと
綺麗に切れないので、今ちょっと自然に適当にやってる感じですけど、ここからちゃんと考えて、放射線状に引っ張るようにして切ってます。はい、放射線状におへそとつむじの位置が紐で結ばれてるようなイメージですね。それで、ぐるぐる回ってる感じです。引き出すのはそのおへそとつむじの延長線上にスライスを引き出します。前髪がなんか独立しちゃってますか？つなげちゃっていいですか？この前髪こういう風におかしくなってるんで、これ簡単に直します。なんかバツッと、こういう場合は R2 スニングで、ここをぼかします。先リフトしながら R2 スニングでぼかしていくとつながります。はい、ここでつながりますね。あとダイバルタンで、これダイバルタンでこのヤスリがけですね、2段になってるのをちょっと直していきたいと思います。で、あまりこっちで入れちゃうと結構ここ短い毛できちゃうんで、結構縦側で入れた方が良くて、縦で入れていく、もしくはパサつく場合は中入れた方が、中ちょっと取りづらいんですけど、縦で、すごい取りたい時は逆に持ってった方がですね、ただ取りすぎちゃうんで毛の流れに合わせてソフトにやる場合は毛の流れですね。攻めたいときは逆に持っていく感じ。で、この辺をちょっとつなげていきます。で、脂肪矯正とかをやって、つながり悪くなったカットラインもダイバルタンで全部つなげられることが可能なので結構いいです。で、ここの前髪が2段のところがちょっとすごい不自然なので、ここをもっと綺麗につなげていきます。バックシェイプしながら縦でラインをつなげていくと綺麗につながっていきますね。こうですね。でも意外にこの先っちょのところ大切で、そこ結構危ないんで結構パッと離したんですけど、毛先のところも綺麗にやっていった方がいいです。だいぶ綺麗になったんじゃないかな。ちょっとつながりがこう自然に、ちょっと自然になったでしょ、少しね。で、自然になっていきます。で、あと彼女の場合はもうここ辺がモワってなってるのを取りたいんで、サイドチェンジって言って、で、表面ちょっと入れないとダメな時もあるんで、そういう時はコンベックスで入れた方がいいです。コンベックスで入れることによって髪の毛が真ん中に寄ってくれるんで、なんでかっていうのはまた何かで紹介します。ちょっとバック見せます。これね、後ろもどうしようもない場合があるんですよ。このバサッとなっちゃって、そういう場合は表面取るしかないので裏面取ったら、もちろんこう縦にこうちょっと入れて縦まず取るんですけど、どうしても表面取らないとなるとき出てくると思うんで、その時は、はい、だいぶこれでちょっとツヤ出たかなと思います。はい、で、ちょっと遅れ毛を作っていきたいと思います。顔周りの遅れ毛を作る方法として、まず耳の付け根からだいたい指1本分ぐらいの延長線上にまずブロッキング取って、ポイントとしてはこことここ、まあアップの時にね、よく下ろすところなんですけど、こことここに作るので、
この2本を作っていきます。で R2 ツーニングでやります。この辺がいいですか？この辺、この辺、大丈夫。ちょっと巻きにしていい感じになる。いい感じに、まあ、実際外針にこうイメージした状態で、まあ、ちょっとカウンセリングしながら切ってた方がいいと思うんで、まあ、この辺かなっていう感じですかね。はい、ではアルツーセニングで取っていきます。ここはもうライン作んない方がいいので、ちょっとこういう風にイメージ作りながら、もうほんとぼかしていく感じですね。こういう感じで、実際まっすぐこうやって切るのと、こうやってよろし、こういう風にして切るのって違うので、イメージこうしたらこの状態で切った方がいいです。今変だなと思うところは、この、ま、前髪が今伸ばしてる途中で、この人の存在がある限り、なんか前髪長くならないんですよね。前髪横って分かれちゃってるので、これちょっとすいた方がいいです。すく場合は、10% の T2 セニングでこっち側取んないようにして、中の方を取るようにした方がいいです。こんな感じで存在を消す。で、こっちと一体化させるって感じですね。そうすることによって、前髪の存在をなくして横の仲間に入れるっていうことですね。そうすると前髪がつながって見える。そしたらまあ一体化、まあこれでさっき遅れ毛のところもできた感じですね。